玉の温玉飯は、岡山県玉野市のご当地グルメ。2011年7月30.31日に、広島県三原市で開催された、第1回港オアシス C 級グルメ全国大会員、三原で、初代グランプリに輝く。また2013年8月24.25日に、大分県大分市で開催された、第4回港オアシス C 級グルメ全国大会、井の板で、 同大会二度目となるグランプリに、さらに2016年は7月23.24日に、地元玉野市で開催された、第8回港オアシス C 級グルメ全国大会員、玉野10月1.2日に、愛知県玉郡市で開催された、第9回港オアシス C 級グルメ全国大会員が、まごうりでは連覇も果たし、同大会で4度のグランプリに輝いており、 C 級グルメ全国大会グランプリの常連となっている。玉の温玉雨メ玉の市さんの穴子を混ぜ込んだ雑穀入りチャーハンに温泉卵をトッピングしたもの。チャーハンには醤油とかば焼きのタレで甘辛く味をつける。玉の市には浦島太郎に登場する乙姫様が祀られていると言われる玉姫神社があり、同神社に鎮座している巨石には、 火の玉が飛び出すという伝説があるため、安山祈願の神社として知られている。この縁起の良い玉は、同志の地名の由来にもなっているが、玉の温玉飯はこの玉を象徴する温泉卵に、タンパク質、ビタミン A カリウムが豊富で、脂質に血流を良くするエコサペンタ塩酸を含んだ、瀬戸内の海の子、穴子を加え、健康的な家庭料理として、 玉野市に浸透する用いのりを込めて考案されたものである。また、温玉のネーミングには、温泉玉という意味だけではなく、人情味があって気候が温暖な、温かい玉野という玉野市への思いも込められている。2010年5月29.30日に、第14回玉野、港フェスティバル会場内で行われた、お宝玉野 B 級グルメコンテストのために考案された、料理である。 同日行われた市民の投票の結果、最優秀賞に選出され、玉野市公認 B 級ご当地グルメに決定した。2011年3月には、玉野市のご当地グルメの推進を盛り上げていこうという、声の下、オンタマニアと呼ばれる、玉野温玉飯ファンの市民によって、玉野市温玉会が結成され、各種イベントに参加して、PR 活動を行っている。 2011年7月30.31日に広島県三原市で開催された第1回港オアシス C 級グルメ全国大会員。三原では港オアシス、宇野の地元を代表するグルメとして出品。来場者による人気投票で最多の得票を記録し、初代グランプリに輝いた。2011年8月29日付の朝日新聞では、 玉野市出身の漫画開始被災地が連載中の4、コマ漫画、ののちゃん作品内で、玉野温玉飯を取り上げた。2011年11月5日から2012年3月31日の間、土日祝日のみ、1日限定10食、要予約という形ながらも、JR の駅で駅弁として販売された。当初は2011年12月25日までの販売予定であったものの、 人気が高かったために販売期間を翌2012年3月まで延長したということである。2013年8月24.25日に大分県大分市で開催された第4回港オアシス C 級グルメ全国大会井の板で同大会2度目となるグランプリに輝いた。2016年7月23.24日に地元玉野市で開催された。 第8回港オアシス C 級グルメ全国大会員、玉野では、同大会3度目となるグランプリに輝いた。2016年10月1.2日に、愛知県甘郡市で開催された、第9回港オアシス C 級グルメ全国大会員が、真郡では、同大会4度目となるグランプリに輝いた。2016年現在、玉野市市役所食堂市内15店舗のメニューに、 取り入れられているほか、地元スーパーマーケットの惣菜売り場で販売されることもある。また JR 岡山駅の駅弁のラインナップにも加えられている。AB、産業新聞2012年11月10日長官、ABCDEFG 第118回、岡山未食編、嫁泣かせに泣かされる、ハット ABCDEF 第100回岡山県、ご当地グルメ書きおこ。 33分一本勝負。ABCD 会の幸を食材にした C 級グルメ味わいに来て尾道など15地域が参加広島、三原市で7、30から31開催。ABCDEFGHI 温玉飯被災地で評判福島のグルメ全国大会に出品 ?ABC、玉の温玉飯を漫画で PR 玉の市役所に巨大。 パネルアーカイブド2011年11月30日、アットザ・ウェイ・バックマシン、a b c d e f g 駅弁、玉の温玉飯販売延長3月末まで、朝日新聞大阪本社版2011年8月29日長官、玉の温玉飯公式レシピ決定。アーカイブド2013年3月6日、アットザ・ウェイ・バックマシン。ありがとうございます。